圧力鍋でもっちりもち米を使った鮭と栗のおこわご紹介します。こんにちは、圧力鍋研究家の斉藤明子です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは私、圧力鍋研究家斉藤明子が圧力鍋の楽しさや美味しいレシピを熱苦しくお伝えしていくチャンネルです。今日はですね、秋の味覚が美味しい時期になってきましたということで、生の秋鮭とそして今が美味しい栗を使った秋鮭と栗の炊きおこわをご紹介します。おこわというともち米を使いますよね。なんかもち米って難しそうなイメージだったり、こうせいろでねしっかりと蒸さないといけないとかっていうイメージがありませんか？もう専門店行って買ってくる方が早いよねなんて思っているかもしれませんが、実は圧力鍋があると意外と簡単に作れるんですよ。今回は鮭の旨味があるのでだしも使いません。本当にシンプルな材料なんですが、とっても美味しいのでぜひお試しいただきたいと思います。それでは秋鮭と栗の炊きおこわ作り方をご覧ください。生の秋鮭です。今旬ですよね。こちらの方に少し下味を入れていきたいと思います。下味に使うのがこれです。塩麹大さじ1杯ですね。これをねちょっとまぶしてしばらく置いておきましょう。はい、このように塩麹をまぶしてしばらく置いておきましょう。一緒に炊き込むのは栗です。前回栗ご飯の動画でご紹介した砂糖をまぶして冷凍しておくというのをやっております。これまだ凍ってるんですよね。で使う前にさっと水洗いして表面の砂糖だけ洗い流しておいてください。そしてもち米です。もち米は洗って分量のお水につけておきます。それではおこわを炊いていきます。もうねとっても簡単です。圧力鍋で作るのでもう入れて炊くだけです。まず洗って分量のお水につけておいたもち米です。これもうね分量測ってあるお水なのでこれ全部入れますね。ここに調味料を入れていきます。まずはお酒です。そしてお醤油入れたら軽く混ぜます。味にばらつきが出ないようにね混ぜていきます。このお醤油とお酒はですねお米が水を吸う力を妨げてしまいますので必ず炊く直前に入れるようにしてください。そしたらちょっとこうやって全体を平らにならします。もうねギリギリの水加減で炊いていますのでここでお米がね肉に上がってしまうとそのお米芯が残ってしまうなんてことになってしまいますので平らにするようにしてください。ではこの上に先ほど塩麹につけた鮭ですね。生の秋鮭、北海道から送ってきた美味しい美味しい秋鮭です。これを並べます。で、ね、この塩麹も、ね、ちょっと残ってたんで入れてあげてください。栗ですね、栗も感じで用意ができました。それではあとは炊くだけです。蓋を閉めて、おもりは低圧ですね。ご飯と同じです。それでは加熱調理していきましょう。はい、沸騰して重りが触れてきましたね。これが圧力がかかった証拠です。それではここからタイマーをセットします。ゼロ圧力鍋のこの白い重りの場合、白米とかもち米を炊くときは1分間だったのでタイマースタートします。このまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょう。はい、
それでは圧力が下がっていますので蓋を開けていきましょう。おもりを外して蓋を開けます。さてどうでしょうか。よいしょ、こんな感じに炊き上がっています。ではここで鮭を取り出しますね。まだ骨も皮もついてますのでちょっとほぐしてからお鍋の方に戻したいと思います。鮭の方は戻していきましょう。骨がね入ってますので骨がついたままなので骨は取り除いていきます。あんまりねパラパラにしすぎない方がいいですね。で皮はお好みです。好きだったら入れてもらってもいいし、苦手な方は外してください。手がほぐした鮭を戻していきます。ではこれでほぐしていきます。最後彩りに別茹でしたインゲンとかあと三つ葉とかでもいいですし絹さやでもいいのでねちょっとこういうの入れてあげると彩りが綺麗になりますよ。はい、これで鮭と栗のおこわ出来上がりです。今日の動画が面白かった、美味しそうだった、ためになったと思った方はぜひいいねボタンを、そしてこれからも圧力鍋のこといろいろ知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。圧力鍋研究家斉藤明子でした。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。